リンブは、アルトルシュニッツラーの儀曲。1900年に、自費出版され、1920年12月23日、ベルリン衝撃場にて初演された。ウィーンをお舞台に、それぞれ二人の男女の常時前の会話劇が中心となる重慶からなる。はじめは、娼婦と兵卒、次の慶はその兵卒と女中、次はその女中と若旦那、若旦那と、若奥様。 若奥様と夫、夫と、おぼこ娘、おぼこ娘と、詩人、詩人と、女優、女優と伯爵という風に、相手が、順繰りに入れ替わって行き、最後に伯爵と最初に出てきた娼婦との組み合わせになって、ングが完成するという構成。また、経道詞の間には、常時を表す中断が入る。シュニッツラーは1896年11月から、 この儀曲を執筆し1897年2月に完成させていたが、当時の制度徳や階級理念に露骨に反した内容のために上演も出版も諦め、友人らとの私的な集まりでの朗読に留めていた。そしてその原稿を1900年に200部だけ、自費出版本で発行し知人らに贈り物として配っていたが、その後に作品の評判が高まり、 1903年にウィーン書防から交換される運びとなった。第一次世界大戦後に検閲がなくなったため上演が可能になったが、その際にも上演をめぐって法廷論争を引き起こしている。全評判は高かったが、初日を前にしてベルリン地方裁判所が劇場の貸主である音楽学校校長からの上演金使用請を認めて仮処分を下した。 工業主である女優のアイソルトは裁判所、検事立ち合いのもと上演を強行。アイソルトは裁判所に呼び出され、学者や演劇人、文化人らが鑑定人として意見を述べる騒ぎとなった。ウィーンでは上演をめぐって議会で賛成派の社会党と反対派のキリスト教共和党とで応酬が繰り広げられ、ベルリンではドイツ国民防衛協会と新国民軍人同盟が、 上演妨害の騒ぎを起こした。当時、三菱商事社員として、ベルリンに駐在中だった、旗豊吉はこの事件を、リン部総動機という一文に認め、日本で発表した。また、1950年に、マックス・オフィルス監督により、映画化、その後もロジェ・バディム監督、オットー・シェンク監督で、それぞれ映画化されている。さらに、 ブルッセルのラーモネイタク、制作で、ゲンとして、オペラ化。フィリップ・ブースマンス作曲、リュック・ボンディ・ライホン、演出、ルシン・ダ・チャイルズ・フリツケ、シルバン・カンブルラン式で、1993年3月4日に、上演された。公演の録音は、リチェル・カーレで CD 化され、映像収録はベルギーを代表する、映画監督、アンドレ・デルボーが収録した。なお、 2016年4月にニコラ・ヒュンペル新演出、再びカンブルラン式でシュトットガルトで初演され、5月6日の公演はストリーミングライブ放映され、その後ある手で限定視聴するなどして開放している。ありがとうございます。